吉田さん、成功者ですらたくさんの失敗を繰り返してるのに、成功もしてない人が失敗を恐れて行動ができなくなる、これではたどり着かないかなと思いますね。私の好きなね、世にも奇妙な物語の作品の中に13番目の客っていうのがあるんですよ。それは SMAP の草剛さんが出ている作品だったんですけども、冒頭草剛さんはなんかイケイケのねディスカウントショップのチェーン店のオーナーで出てくるんですよ。で、車で運転しながら友人の結婚式に向かうんだけども、その結婚式に行くのですら時間の無駄だなと、この間に儲けれるのになと思いながら、仕入れのことを考えながら電話してるんですよね。で、それで結婚式場の近くに向かった時になんか床屋さんがあるんですよ。で、そうだ、髪ぐらいちょっときれいにしていくかっていうんで床屋さんに行くんですけども、その床屋さんに曰くがあってね、なんか13人もねその店員さんがいらっしゃるんですよ。それでえらい豪勢な床屋さんだな、なんだこれやと思ってやってもらうんですけども、自分のオーダーじゃなくて床屋さんの言う通りにカットがね行われていって、なんだよこれふざけんなよこいつらって帰ろうとするんだけど帰れなくって、さっぱりしたんでお金払って帰ろうとすると今度ね帰れないんですよね。で、どういうことなのかっていうと、ここに来た人っていうのは次にお客さん来るまで帰れないっていう仕組みになっていて、で、草剛さんが来たがゆえに随分前にここに来た人が一人卒業していくって形でね、現実世界に帰っていくっていう風な、なんか異世界の話なんですよね。で、草剛さんはここから逃れられないってことを悟ると、もうおとなしくねここの環境に染まろうと思って、徐々に自分も床屋さんになっていくんですよ。で、最初は一番下っ端なんですけども、徐々に新しい人が月に1人ぐらい来るに従って1人また1人とね先輩たちが卒業していって、いつの間にか自分が一番トップになるわけですよね。で、そこで自分の考えがものすごく変わって、で、最後卒業して現実世界に帰っていく時にまた電話がかかってきて「社長、このブランド物が安いですよ」とかになるんですけども「何を言ってるんで君は、そんなことはもうどうでもいいじゃないか」っていうふうにね、なんかむしろ私たち視聴者さんも儲けがどうとかお金がどうとかっていうよりも、そこに出てきた風景とかね、花の美しさや風のそよぎとか、それから床屋さんのね修行の日々っていうのをなんかね思い出すようになるんですよね。で、草剛さんが言うんですよ。もう一回俺をこの中に入れてくださいっていうふうに言って床屋さんに帰りたがっているっていうね、価値観の変化が起きたわけなんですよ。なんでこんなこと言うかってことなんですけども、視点をずらすと悩みっていうのは全く違うものになるかなっていうのと、やっぱりね新しい世界に足を踏み入れていくと、今までの価値観が書き換わってですね、新しい世界の価値観になるのかなってことなんですよね。だから古い価値観に縛られてる時って、その古い価値観から離れるために新しい環境に飛び込むことって大事なのかなと思うんですよ。で、こっから重なるのが私の経験なんですけども、麻雀店をやってる限り麻雀店の悩みにずっと縛られてきて、それが終わることがないと思っていたんですけども、今みたいな暮らしにカチッと変えたらね、自分が麻雀店を経営したことなんて夢の世界で起きたことのようにね、もうどっかに行っちゃったんですよね。で、今の暮らしの方が絶対かけがえないですし、長期的な目で見ると、例えば私がね自分の人生を振り返った時に見ると、麻雀店で苦しんでいた自分の姿を見てね、あ、もうすぐしたらそれ終わるよみたいなね、絶対にネットビジネスのチャンスが来たら乗り換えろよと、過去を使って麻雀店にしがみついていたらそれはずっと続くぞみたいな感じでね、やきもきしたような気がするんですよね。だから苦しみっていうのはそこにとどまっているからこそ起きることであって、常に動き続ける、流れ続けることによって捨て去ることができるんじゃないかなっていうところをね、学んだような気がしますね。13番目の客、草剛さんね、またね YouTube でアップロードされることを望んでるんですけども、なかなか上がらないですね。それじゃあ。